ですね、今日の動画は、真夏のスーツスタイル、涼しげなスーツスタイルについて、ご紹介をしたいと思います。いまだかつてない自粛ムードのゴールデンウィークが終わって、徐々にですね、ビジネスシーンの方も再開をしていると思いますので、改めてお仕事でですね、おしゃれをしていただきたいというふうに思いまして、夏の涼しげなスーツスタイルをご案内していきたいと思います。まず主役になるのはここにある、ステラティーノの、ブルースーツ。よくナポリブルーとかって言われますけど、ナポリ湾だったり青の洞窟を彷彿させるような非常に綺麗なこうブルーっていうのがまず目に入ってくるスーツなんですけれども、これはですね、ピンヘッドっていう素材になってます。細かいですね、縦横にうねというか折りが走ってる素材になるんですけれども、凹凸感があるのでこう肌触りもすごくドライで、非常に涼しいで、これは特によりもですね、割とこう強粘で強く寄ってあるタイプなので、粒が立っていまして、本当サラサラ気持ちいい素材になってます。とやっぱり色合いですね、このちょっとこう深いネイビーと綺麗なブルー、この2色使いの色合いというかになっているので、非常にこう艶感がある、いやらしいっていうのもこうこれ今うちのスーパーモデル2人しか従業員いないんですけど、ホンダが日差しの中で着てる写真をちょっと今アップしますけれども、それ見ていただければ分かるんですけれども、何ていうかな、艶やかさがこう爽やかな艶やかさっていうかな、もう夏の日差しがこうすごく中でも清涼感があるような、そういう色艶っていうのが非常に特徴になると思います。このステラティーノなんですけれども、このブランドはですね、ナポリ製のスーツになるんですけれども、その中でもですね、とにかくやっぱり血統が非常にいいですね。これヴィンセンツ・アットリーニっていうが主催しているブランドになるんですけど、実は彼のおじいさんも同じヴィンセンツ・アットリーニっていう方がいらっしゃって、この方が今に通じるナポリの軽やかな服の仕立てを作り出したと言われている方なんですけれども、で、その技がですね、お父さんのチェサーレ・アットリーニに受け継がれて、でそこから息子さんのヴィンセンツ・アットリーニに引き継がれてっていう、こう非常に軽やかな、でただきちっと着た時にはですね、服のフォルムが綺麗に出て、特に胸元のフォルムとかっていうのはこれまた着用写真見ていただければ分かるんですけども、すごく綺麗に出る。で上襟の収まりの良さと、この首筋にかけての綺麗な上り、あとこの色気がある肩周りの柔らかなマリカカミちゃん袖付けですね、この辺りがやはり特徴的なスーツになるんじゃないかなというふうに思います。それではコーディネートの話に移っていきたいと思います。まずはですね、この、グラスモチーフといいますか、そうですね、この草花の柄がこう大胆に入ったサックスブルー の, このシルクネクタイですね。すごくですね、ちょっとこう大柄なタイプにはなるんですけれども、白抜きで、なんていうのかな、すごく爽やかに見える。で、清涼感もある、ネクタイ。見え方もすごく新鮮な感じですね。で、それに、合わせるシャツがクリリック。襟が白抜きになるので、白さが前面に出てくるんですけど、ボディの方はですね、オルタネートストライプか、ブルー系のストライプが入って、でシンプルなんですけれども、ブルー系で、柄感もさりげなく入って、ちょっとシャレ感あるコーディネートにしてしました。ラウンドカラーのクリリックになってますので、ちょっとそういう意味でもちょっと見え方もですね、ちょっとこうフックが効いた新鮮なルックになるんじゃないかなというふうに思います。それとここのシャツはもう一個特徴でいくとですね、カフスですね。カフスも、なんていうかな、入り口の方がですね、すごく狭く、作ってあるような、カフスになりますので、よりフィット感が強く、クラシックなディティールを持ったシャツになります。軽快な涼しげなっていうところがキーワードなので、ちょっとこういうですね、ローファー、
ローファーでもこれはあのシングルのモンクストラップがついたちょっとあのユニークなデザインのあのこれエンゾボナフェの靴なんですけれども、まあこういった靴を合わせてで、足元もあの軽快に見せると、まあより涼しげなあの印象になるのかなというふうに思います。まあこの靴はそうですね、あの表側とあのスウェードのコンビネーションになってて、まあ、あの足元であの合わせておくとそんなにあのなんていうかなコントラストがつくわけじゃないんですけど、まあ、あのデザイン的にも非常に面白い靴になっていると思います。とあとベルトですね、これあのフィレンテでですね靴作りと並行して最近ベルトとかバッグもあの作ってらっしゃる、深谷秀隆さん の, あのベルトなんですけど、これはですねあのフレンチヴィンテージのバックル、あの40年代のものみたいなんですけど、ちょっとこの華奢なあの、バックルが印象的なあのベルトで、まあ革はですね、あの現行のあのイタリアのパケッタレザーを使ってるんですよ。非常に上質で、あのまあ素朴さとこう上品さがこう兼ね合わせたようなあの革とあのバックルの相性もすごくいいんじゃないかなと思いますので、まあこういったちょっとこうまああの 2.5 センチでちょっと細かったりもするんですけど。ちょっと細身のベルトとか合わせたりするとちょっとモダンに、見えてあのおすすめじゃないかなと思います。もうこの元もですね、この連休が終わって、気温も30度近くまで上がるようなちょっと暑い日続いていまして、まあ、これからあの梅雨明けも本格的な夏が到来、をしてきます。ただまあ服装もですね、あのそれなりにやっぱりこう夏の装いというか、まあ、涼しげなあの素材のものっていうのもあのございますので、まあ、そういった服をですねあの着こなして、涼しいですねあの夏を過ごしていただくと、まあ、その着こなしっていうのがあのおすすめになるんじゃないかなと思いますので、ぜひおしゃれをして、免疫力アップで、皆さん頑張っていきましょう。